はいどうも、はじめまして。一応 YouTube チャンネルやってまして、チャンネル名はメタルデーカラマグルメっていうのをやっております。でまずはまあこの通りで、音楽はヘビーメタルが好きなので、ね、まあ、それに絡めてピリ辛以上激辛未満の料理をいろいろ食べ歩いております。でもしよかったら、こちら この辺にあるかもしれない、はい、見てくださいということでお願いします。はい、じゃあどうも、すみません、よろしくお願いいたします。お願いします。久しぶりに自分もこれやるんで段取り忘れちゃいましたけど、よし、お願いします。普段肩凝ったりとかします？あー、しますよ、結構、うん、どの辺とかってあります？特にやっぱり僧帽筋。あー、僧帽筋。あー、そこっす、そこっす。ツボが。いや、やっぱちょっと普段のお疲れが、ね、ちょっとね、溜まってますよね。この辺ですよ。普段なんかのそういうお店とか行ったりするんですか、そのマッサージの？いや、全然行ってない。全然行ってないですか。ケアとかはしてないですか、普段？全然してないですね。全然してないです。じゃあこれ久しぶりにこう人にやってもらうような、そうですね。ちょっとね、肩がね、前に出ちゃってるんでね、少し後ろにこう、こんなことが、こんなことが、下げます。やっぱね、肩がね、前に出ると、この僧帽筋の後ろの方はね、こう張るんですよ、はいはい、あのちょっとハンガーみたいな感じの形になっちゃって、高級な、で、この鎖骨の下のちょっとこの辺、はい、ですね、この辺が少し伸びるんで、はい、こうやって少し、この辺リンパもあるんでね、リンパ別キットですね。分かる人も分かる人もいますね。調べて後で曲流してみますからね。痛気持ちいいですね。詳しくはチャンネルで見ていただければ分かると思うんで。こんな感じですかね。伸びますね。かかりないですかね。いった、気持ちいい。あれですか、辛うまレベルどれぐらいですかね、偏差値的には。いた、気持ちいい。偏差値65。わ、結構高いです。ありがとうございます。きつかったら言ってくださいね。はい、やっ
本当にね、これ自分これ3年ぶりぐらいにね、これやるんですよ、このこういう撮影で。あ、ちょっとなんか左の方がちょっと細かい感じがしますね。うん、結構この肩甲骨、この辺結構ね、お疲れかもしれないです。なんでこんなに疲れちゃうんですか。なんででしょうね。ちょっとやっぱりあれですかね、辛いもん食ってるから関係ないか関係ないな。ちょっとね、軽くね、ちょっと首の方行ってますね。背中も結構張ってますよね、この肩甲骨の間もね、この辺。そうなんだ。いやいやいや、自分では気づけない。ちょっと、知らぬ方、ちょっと、よいしょ。こうしてみて、この辺ですかね。この肩甲骨の、この辺。この辺あたりね、カーブがきつくなってるので、よしよしよし、この辺の肩甲骨あたり、では最後締めますよ。久しぶり。はい、はい、ありがとうございます。
ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あっと、これは来たか。ユーフォリア。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。